回。デブだな。なんか体重増えてないですか、これ。この間。ちょっとね、散歩が足りないかも。6。もう一回。いやー、できる。最高値だね、今までの。この間ね、5400だったんだよね。私が足の骨折ってから散歩連れてってもらえてないから。足の骨折って？そうなんです。それでずっと来れてなくって。どこの歯の骨折ってた？ここの骨を3本も折っちゃって。歯骨っていうのかな、中歯骨、中足骨、中足骨、3本も折っちゃって、やっと歩けるようになったんで来たんですけど、だからちょっと散歩は少ないんです今。なんでそのとこ3本も置いたの？うちの人がさ、玄関に荷物をドワーッと置くんですよ。あの人、片付けられない男で。で、私は子供のお迎えに行こうと思ったんだけど、足の踏み場もないもんだから、ジャンプしたら荷物に足が引っかかっちゃって、で、荷物が動かないもんだから、私の足がひねる形で私が転んじゃって、そのひねったところにちょうど。そうやってさ、ギリギリ押しだけで治った。手術しました。手術もやっぱ3本なんか、そうだよね、2本、あのズレがひどかったんです、しかも。このズレは手術しないと治らないって言われて。あ、そうか、ひびが入っただけじゃないんだ、ずれてたんだ、骨が。なかなか激しかった、これ。やっと歩けるようになったんです。大変だね、そうするとさ、筋肉落ちちゃうもんね、こっちが。そうなんですよ、一回り二回りぐらいちっちゃくなったってなんか変だけど。反対に比べると細くなっちゃいますね、細くなったし。そこをね、しっかりね、リハビリして、同じ太さに戻しとかんだ。だいぶ戻りました。うん、だけど、足の腫れが引かなくって、まだ全然。まだ走ってもダメなんですけど、まだ、あの骨折線がまだ消えてないので。いや、私が昔アキレス腱切ってるんですよ。右足をね、階段で滑って。ほんなんで切っちゃったんだけど、リハビリをさ、しっかりしてもやっぱり右の方が細いんですよ。ふくらはぎとかね。ほんで、今もそのせいだけじゃないかもしれないけど、腰がすごい痛くて、脊柱管狭窄症でも、なかなかしんどい状況なの。そうなんですよ。だから、そういうの聞くとさ、しっかりリハビリしてさ、同じ太さになるまでやっとく。まあでも足が腫れてたら、まだ腫れが引いてからだよね。痛くない程度に、この子の散歩を朝してる。でも散歩よりも、もうあれだけどさ、家の中でさ、遊んでボール投げとかさ、しゃらない感じですね。そう してなかった。ボール投げとか引っ張りっことかさ、それでもいいんですよ。散歩ももちろんいいんだけど、そういうのでも運動ですからね。そうですね。うん、で、今食べる量で1日何グラム食べてるか分かってます？食べる量は、いつものご飯を、1日2回、3時の2回だから60で、あと、おしっこするたんびに、ちゃんとおしっこできると、その粒を5粒ぐらいかな、だいたい上げてるんで、70か80ぐらいだと。だからその適量内ではあると思うんですけど、全然少ないよね。でそれ以外のものを食べちゃってるってことね。いや、今まではでも私がずっと家にいたので、出かけることなかったので、そんな食べてるようは実はなかった。前聞いたシニア&ライト馬肉ドライタイプ、ヤムヤムヤムってやつです、だよね。だってそれで 80g ぐらいだった。もっとね、こんな太る必要ない。なんで太るの？だから最近私が出かけれるようになったので、もしかしたらそこで何か食べてたかもしれない。じゃあおにぎり拾って食べたりしたらさ、なんだよね。まあじゃあ、あの恥ずかしい、もし、はい、あの吐くとかなんかいけない症状が出たら、はい、ちょっと検査して治療はします。あれだったんですよ、エビもあったんですよ。だからちょっと危ないかも、ね、だからその辺うんちとか、この後するうんちとか吐かなきゃいいんだけどさ、今日夜ご飯はやんないですよ。じゃあやらない方がいいですよね、ちょっと胃を休めた方がいいから、でやるのは明日の朝かね。でお迎えが本当はいつがいいわけ？本当は火曜の夜がいいんですけど、水曜日の朝だったらいいですよ。いいですか？水曜日の午前中11時ぐらい。あ、いいです、じゃあ水曜日に行きます。じゃあありがとうございます。24の11時に。11時ですね、わかりました。じゃあ、書いておいてください。はい、11時に
はい、じゃあこのままお預かりします。この子じゃあさ、そうするとさ、もしかしてさ、はい、左手とかの胸を覚えてさ、そうだね、すいません、やってなくて、いけていけなくて、それから出てないので、狂犬病とかワクチンも打ってない。狂犬病、あれいつから私外出しなかったかな。ここでやってなかったらやってないです。ここでやってなかったらやってない。じゃあ何にもやってないみたい。左手の予防薬はこのあの5月に1回出してるから、それ以来じゃやってない。それ以来やってない。狂犬病とかディステンバの今後もやられてない。体調が良かったら狂犬病先にやります。あ、すいません、お願いします。で、悪かったらちょっとダメですよね。じゃあこの後の様子見た方がいいね。はい、 OK。 じゃあその水曜日の11時ですね。はい、じゃあ水曜日の11時で行きましょうか。はい、あとここなんかニキビみたいなのこの間あったんですけど、今頭の脳天の辺りもう消えたかな。2、3日前な。これって動画撮ったの？撮ってます。なんで？ YouTube であげてます。後で見れるじゃん、先生の話こと忘れずに聞き取れる。だから ここでの様子も動画で撮るからさ、よかったら見てください。もう消えたかな。じゃあさ、このこれは何？この辺にあったの？涙の跡？うん、涙の跡。あと、この子じゃなくって、猫。お尻手をかしないで、この店やる。うん、猫。猫がなんか湿疹みたいなのがいっぱいできて、どの場所に？あちこちに。で、舐めるもんだから、なんか毛が抜けてるところが、治ってはだからあちこちにできるから、今日はここがなんか毛がないけど、今日今度はこっちに毛がないところができたとか言って、あのなんかすごい、うん、湿疹みたいなのが出るんだ。一回ちょっと連れてきた方がいいですね。そうね、そういうことだったら、要は。例えば出て、でも出て治るわけ。うん、できて治っての繰り返し。できて治ってまた違う場所に。そうなんです。多分ね、あちこちに飛ぶのはさ、例えば水虫とか試し、非常菌症があるけど、でもそれだったら治っていかないからさ。あ、そうなんです。元の方が、最初に出た方も治っていかないし。それからあとは心の問題。はい、案外心の問題、なんか心の問題を抱えてて、それでペロペロ舐める子もいます。本当にです、あんなに抱っこしてあげてるのに。猫さんはね、猫なのに抱っこばっかりですよ。そう、あの猫いいですよ。朝の9時ぐらいは大抵抱っこタイム。え、そうなの。お母さん、はい、あの猫ひどい。お邪魔してダメよ、あなた調子が悪いからここにいるのよ。近づいただけでシャーって言って。そりゃそうよ。調子の悪い時に知らない人来たら怒るに決まってるじゃん。猫はね、知らない子。すいません。だから、あなたが近づくからいけない。こちらしょ。猫好きなの。じゃあ見るだけね。見るだけならいいけどさ。扉開けないでね。猫怒らずんですよ。だからうちの猫も、シャーとかって言って怒るなんて。でもさ、一緒に寝てる時とかあるよ。それは暖かいとこが好きだから。そんなわけない。うん。なんか歯磨きはどうなんですか。歯磨きいつからかしてないです。ですね。ちょっと匂いますね。やってた、やっててだいぶ良くなってたんですけど。すいません、最近してて。ねえねえ。はい、ごめんね、ねえねえちゃん。でも大変だよ、そのさ、収束を3本折れて手術のやつは。もうだって生活してるだけで精一杯です。それっていつアクシデントじゃない、いつです。ゴールデンウィーク明けです。明けの土曜日だから5月でしょ。だから6、7、8、9、10、11、半年経ってるわけだからね。もう全然治らないですよ。まだ治ってない。まだ治ってない。じゃあ足腫れてるわけでしょ。うん、でこうするとまだ痛いから、うん、スニーカーも履けないし、うん、じゃあだって腫れが普通に戻らんとさ、痛いですよ。全然腫れ引かないの。だいぶ引いてきたんですけど、うん、まだ腫れ。でも最近はレントゲン撮ってるんですよ。ちゃんとくっついてるの。月末にまた行くんですけど、うん、前回は10月になって、まだ骨折線消えてないという。消えてないって。でも消えてはいない。一応もうくっついてはい、見た感じはくっついてるんですけど、うん、でも骨折線が消えてないって良くないですよね、うん、だからまだ骨折線に骨が埋まってこないといけないわけだからさ。もしかしてじゃあピンとかプレートとか入ってるんですか。プレートも抜きました。なんかあんまり長いことつけてちゃいけないらしくて、うんうん、
あ、もうプレートで固定してもプレートは取ってるわけ、ね、もう取ったんです。いや、それでもまだ骨折してるんだって。そうなんですよ、先生下手くそだったのかな。いや、それはさ、先生じゃないんじゃない。それは先生のせいにしてるとかわいそうですよ。まあでも、まあ年は取りたくないなと思った次第です。そうか、わかりました。大変なんだそれ。まあじゃあリハビリやってみると思うけど、しっかりやってください。はい、じゃあ、水曜日の11時で。はい、ありがとうございます。はい、それで、まあ、はい、YouTube で見てください。はい、もしなんか、これから吐くとかなんかだったら、検査して点滴とかしますし、なければ、様子だけになりますんで、はい、そこら辺は、また、はい、取っていきますんでね。はい、じゃあお預かりします。お願いします。バッグとかはないの？あ、これしか持ってきてない。あ、じゃあこれだけ預かってきます。うんち袋だけついてる。うんち袋はいっぱい。これはいいです。こちらだけ、はい、こちらだけ預かります。はい、これしとこう。はい。よし。かわいそうな人。もうやめたって。はい、止めます。